本日もご視聴ありがとうございます。テレビドラマ科捜研の女や CM で活躍する女優の沢口靖子さん、結婚せずずっと独身ですが、結婚しなかったのにはある理由があると噂されています。独身を貫いた理由とは一体何だったのでしょうか。一緒に見ていきましょう。当チャンネルでは様々な芸能人の知られざるエピソードや物語をまとめて毎日紹介しています。チャンネル登録がお済みでない方は動画右下の赤い登録ボタンをポチッとタップして、ぜひ登録をお願いいたします。沢口靖子さんってどんな人？沢口靖子さんは1965年6月11日に大阪府堺市に生まれました。沢口さんは現在も大変綺麗ですが、学生時代にもその美貌から数々の伝説を作ってきたそうです。高校時代にはとても容姿端麗だったことから、通っていた高校だけでなく周囲の高校生たちにも沢口さんの存在が広く知れ渡っていました。なんと他校の男子高校生が沢口さんを一目見たくて、沢口さんの使っている通学電車に乗ってきたこともあるそうなんです。一説によると、その沢口さんの使用している電車は沢口靖子専用車両と呼ばれ、沢口さんを見たい高校生の間でとても有名になっていたんだとか。また地元の高校生たちで親衛隊が形成されていたとも言われています。地元ですでに大人気で有名だった沢口さん、そんな沢口さんは18歳の時芸能界デビューを果たします。第1回東宝シンデレラオーディションで約3万人の中から見事にグランプリを獲得しました。東宝シンデレラオーディションは現在でも続いており、若手人気女優のデビューの登竜門と言われている大変有名なオーディションです。その初回のグランプリが沢口さんでした。デビューから間もなく映画「刑事物語3潮騒の歌」に出演し、女優デビューを果たします。さらにこの映画の挿入歌「潮騒の歌」も担当し、女優とともに歌手デビューも同時に果たしました。さすが東宝シンデレラになっただけあり、華やかなデビューだったようですね。また同年に NHK の連続テレビ小説「身を尽くし」のヒロインに抜擢。朝ドラの顔となった沢口さんは一躍存在がお茶の間に浸透し、人気の女優さんになりました。そして何といっても沢口さんの代表作であり、現在でもシリーズが続いているテレビドラマ「科捜研の女」が1991年からスタートします。このドラマでは京都府警科学捜査研究所の法医学研究員という役で、沢口さんの演じる榊真理子の役柄は広く知れ渡っていることでしょう。今では数少ない長寿のテレビドラマですが、意外にも放送が始まった最初の方は視聴率があまり良くありませんでした。しかし長年放送するうちに安定した視聴率を得ていき、現在に至るまで長く放映されております。ファンも多く、昨年は科捜研の女とコラボレーションしたカフェがオープンされるなど、変わらぬ人気を誇っていますね。青春派女優のイメージを壊したきっかけとは？デビュー当時は東宝シンデレラのグランプリ獲得女優ということもあり、爽やかな青春派の役柄が多かったそうです。しかしとある CM にてその爽やかな青春派から見事脱却し、新しい一面を披露しました。その CM がキンチョールのダンスにゴンゴンです。沢口さんはその CM で田中真紀子議員に似せた政治家やマリリン・モンロー風のセクシー歌手パンクロッカーを演じました。さらに人物だけにとどまらず、関西弁で毒舌を吐く薄汚いひな人形の役を演じたんだとか。この CM は大変面白く、沢口さんのこれまでのイメージを覆すような驚きの役柄も相まって、世間からとても好評だったようです。沢口さんの新たな一面、コミカルな部分を見せることができました。人気女優だった沢口さんのその美貌とは想像がつかない関西人的なノリを持つキャラクターは沢口さんの魅力の一つです。その関西人のキャラクターを発揮したエピソードとして、バラエティ番組での活躍が挙げられますね。2011年人気バラエティ番組スマップスマップに出演した際、関西人のキャラクターを存分に出し、視聴者を魅了しました。その番組のビストロスマップで大人気アイドルたちが作った料理を食べた沢口さんは、なんと辛口のコメントを連発します。このコーナーは数々の芸能人が出演していましたが、大抵スマップの作った料理に対して絶賛のコメントを残す方がほとんどでした。
しかし沢口さんは味が濃い、複雑すぎる味だ、あまり料理が美味しくないとコメントしたのです。飾らない関西人のキャラクターがそうさせたのでしょう。さらにこのコーナーは料理が美味しかった順にスマップのメンバーの順位をつける決まりでした。いつも上位に指名するのが暗黙の了解となっている木村拓哉さんに対し、なんと沢口さんはビリに指名したんだとか。この自由なコメントと木村拓哉さんのビリ指名の展開は視聴者から神回と認定されたほどだったようです。沢口さんの熱愛報道は本当？沢口さんは現在も変わらぬ美貌を保っていますが、プライベートでは独身です。あれだけの美貌を持ちながらなぜ結婚していないのでしょうか。過去に恋愛疑惑が出たことがありました。一人目は俳優の阿部寛さんです。年齢的にも近い二人は共演をきっかけにお付き合いしているのではと噂が出ましたが、事実ではありませんでした。そして熱愛の噂のもう一人は元テニスプレイヤーの松岡修造さん。当時恋人同士であると報道されましたが、松岡さんとも事実ではなかったようですね。噂が立った理由としては、松岡さんが沢口さんのファンだったんだとか。松岡さんのお父さんが東宝芸能の幹部だったことから沢口さんに会わせてもらったことがあるというだけだったみたいですね。現在沢口さんが結婚していない理由として結婚願望がないと周りに語っています。若い時から芸能界デビューし忙しかったために結婚や恋愛をするタイミングがなかったのかもしれません。ご本人に結婚願望がないことから今後も一人を謳歌されると思われますね。沢口さんとの関係を噂される人物とは？そんな沢口さんですが、芸能人ではなくとある実業家との熱愛が噂されています。実業家である堤義明さんと長年関係があるのではと言われているんだとか。堤義明さんは実業家であり、西武ライオンズの元オーナーとして広く知られていますね。堤さんは有名な実業家だからでしょうか、これまで多くの女性との関係が噂されてきました。南野陽子さんや吉永小百合さん、伊藤美咲さんなど名だたる女優さんたちと関係があったのではないかと言われています。数々の芸能人との関係が噂される堤さんですが、数いる女性の中でも沢口さんは堤さんにとって特別な存在だったことが分かってきました。なんと沢口さんと堤さんの関係は沢口さんのデビュー当時から始まり、一番長く関係が続いていたと噂されているのです。真相か定かではありませんが、沢口さんがドラマでは濡れ場 NG やグラビア撮影をしていないことなどは堤さんが嫌がっていたのが原因なんだとか。もしかしたら沢口さんの結婚願望がないこと以外にも堤さんの存在が現在まで独身を貫いている原因の一つかもしれませんね。今もお二人の関係が続いているかどうかは分かりませんし、そもそもお二人が付き合っているという確固たる証拠も出ていません。ですので真相は闇といったところです。沢口さんの意外な特技とは？沢口さんは習字が得意で、実は習字の先生を目指していたといいます。沢口さん、子供の頃から字を書くのが好きで、学生時代の芸術の選択科目では書道を選択されていました。その時の書道担当の先生にこっちの道に進まないかと勧められるほどの腕前だったそうです。沢口さん自身も字を活かせる職業に進もうかなと、書道の先生であったり社長秘書のような道もあると聞いて憧れていましたと明かしていました。ですがその後、友達に勧められて応募したオーディションでグランプリを受賞し、芸能界への道へと進むことになります。沢口さんはそれまで実家を離れることなど想像もしてなかったそうですから、当時はとても大きな決断だったんでしょう。沢口さんの世間からの評価は？長年ドラマなどで活躍されてきた沢口さんですが、世間からの評価はどのようなものなのでしょうか。科捜研の女をよく見ていたのですが、沢口さんの生み出す独特のオーラに引き込まれました。とても知的な印象があります。それに加えてとても美人で、欠点が見当たりません。バラエティ番組でも見かけることがありますが、人柄もよく気配りのできる素敵な人だと思います。沢口さんの悪い評判は今まで聞いたことがないし、いい人エピソードはいろいろ聞いたことがあるので、とても好印象です。
ドラマでは知的なイメージですが、バラエティなどで見る沢口さんはとても優しく素敵な方なので、ギャップがあってとても好きな女優さんです。ドラマなどの演技に対するコメントだけでなく、沢口さん自身の人柄にも人気を集める秘密があったようですね。沢口さんのように優しく気配りもできるような方が、いつまでも人気のある女優さんでいられるんだなと改めて思いました。あなたはどう思いましたか？いつもと違った役柄のドラマもたまには見てみたいと思った方は高評価お願いします。またこの件に関してコメント欄で皆さんで一緒に話し合いましょう。チャンネル登録していただいたら、ニュースの裏側をいち早くお届けします。最後までご視聴いただきありがとうございました。